セイタカアワダチソウです。秋空に生えてとても綺麗ですね。私はアレルギー性なんですけれども、家に持ってきて生けてます。それじゃあ今日はこれを描いてみましょう。それでは始めましょう。いつものように面相筆と中筆ですね。そして色はですね、群青、山吹、そして珊瑚色、そして薄墨です。今日は非常に天真爛漫に咲く、咲き誇る泡立ち草を思い切って描いていこうかなと思います。明るい心になって描きましょう。それでは山吹ですね。山吹を薄墨を先っちょにつけまして、この頬を思い切ってこういうふうにしましょう。失敗ってないですから、失敗したと思っても続けていきましょう。はい、なりました。そしてちょっと群青と群青と山吹を、山吹と薄墨を混ぜます。薄墨を混ぜまして、こういうふうな色になります。そしてちょ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 っと小さなお花がついてるわけですから、こういうふうに一個一個こんな感じで濡れている間にいたします。そうするとこういうふうに広がっていきますね。柔らかい感じになっていきます。このようになります。はい、大体でいいです。で、これが乾く間に葉を描きます。群青に山吹を混ぜます。そうするとちゃんとこういう色になりますね。これに薄墨を混ぜます。そうすると落ち着いたこの葉の色になります。
濃くしたいと思えば群青を混ぜて薄墨を混ぜればもっともっと濃い色になります。それで、はい、ここに太い茎ですね。そしてこちらも3色を混ぜてちょっとこういうふうにしてあげましょう。そして葉はですね、伸び伸びと自由自由に入れていってくださいね。もう少し濃くいたしましょうか。あまり水が水分が多いと面白くないんですね。それでこういうふうにとかも。ご自分で物語を作ってこういうふうに描いていってみてください。ここからここにも出ているという感じで、そして向こうに抜けていますとか、ご自身で楽しく描いてみてくださいね。決まりはございませんからね。こうしなければならないということにあまりとらわれないことです。そしてここにも こうしてなっているのがあると思えばここにもあるし、こうしてピッと立っているのもありますし、自由自在に描きましょう。楽しいですね。そしてここが乾いてきましたら、何をするかと言いますと、後でまたこの葉を仕上げますから、第一段階このまま置いておいてください。はい、これは基本の色ですので、大事に大事に。そしてしましたね。もう少し30混ぜますか。で黄色混ぜまして、はい、この色ですね。薄いこの色、この色でですね、このお花の房一本一本に短いこういう茎が出ております。これを丁寧に描きましょう。こういうふうに、ここはこういうふうに出ていると思いますね。するんですね。そして先ほどちょんちょんちょんとしましたね。そこにもう一度
稲の穂のようになっておりますので、ちょっとこういうふうに下の方濃くしてあげましょう。描いてあげましょう。付け根の方をもう一度こういうふうに濃く濃く濃くちょっとしてあげます。そしてその後にすることがあるんですよね。さあできましたね。そうしましたら、この山吹のこの色ですね、面相筆にたっぷりつけまして、はい、こういうふうに この一個一個からたくさんの花びら、小さい花びらがシュッ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 と出てるんです。これを描くことによって泡立ち草のちょっとサンゴを混ぜてもいいですね、お花の感じがよく取れるんですね。シュッ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 と外に向けて、こうしてやります。楽しいです、楽しいです。こういうふうに泡立ち草と会話しながら、どうでしょうか。でもアレルギーのある人は困るんですよねとかお話しして、随分時間がかかりますので省略しました。そして最後のこのこういうふうに外に向けてこういうふうにするともっと綺麗になります。でこうできない方はこういうふうにこうしてなさっても結構です。規則はございません。自由に、そこに縛られますと伸び伸びとした絵が描けませんので、私はこういうふうにやるんだっていう、私は一応こういうのをお示ししてますけれども、いや私はこういうふうに描くんだっていうことを思う存分主張なさって、ご自分の絵を仕上げてくださいね。それが本当の芸術への、ご自身の芸術の発展になるかと思います。マティスがですね、物の奴隷になるなと、私はそれにとても共感を覚え、それ以来じっと見てそのままに描くことは最初は必要ですけれども、その後は自分の
見たまま感じたままをアレンジしていくっていうのが奴隷にならない秘訣かと思います。私はマチスが大好きなんですね。はい、こういうふうに柔らかく仕上がりました。そしてちょっとこの薄墨でですね、ちょっと最初もしてございますけれども、こういうふうに凹凸をつけるとまた立体感が出ていいかと思います。はい、さあ次はこの歯を仕上げましょう。この色が残ってますね。さあこの色を上手にもう一度使いましょう。上からこれは風にたまりを作って変化をつけるととても元気が出た元気のあるお花に見えるかと思います。よく皆さん雑草って言いますけれども、私は雑草はないと思うんですね。どれも本当に綺麗で、やはり必要だから神様はこうして私たちの目を楽しませてくれるように泡立ち草という草を私たちに提供してくれてるんとくださってるんだと思うんですね。はい、これでいかがでしょうか。で最後にですね、このここにもこういうふうにちょんちょんと見えるんですね。茎がそれでちょっと面相筆でちょっとこういうふうに見え隠れしておりますから、この線をねご覧になって絵手紙を受け取られた方は、すごいなと気づかれるかと思いますね。こんなのにここまで書いてくださってるんだって。はい。そしていつものように、今日はこの群青で歯の葉脈をちょっとここはまだ濡れてますね。濡れてて描けませんね。後にいたします。それでは言葉を描きましょう。世間を気にしない。あなたはあなた。
私は私。世間を世間を気にしない、気にしない。今日は黄色いお花でしたので、濃い墨でバシッと浮き立たせてみました。そして、もう乾いたでしょうか。じゃあちょっと葉脈の方。仕上げますね。ちょっと入れるだけでも生きてきますよね。不思議ですね。はい、ここもね。凛と咲いてますからね。それでは今日はもうここお決まりですね。ここです。完成。今日も皆さん、私の絵を見に来ていただいて本当にありがとうございました。皆さんのおかげでこうして私は続けさせていただいております。本当におかげさまです。ありがとうございます。今日はいかがでしたでしょうか。満足いただけたでしょうか。また注意点がございましたらどうぞコメントしていただければありがたく思います。紺色のお着物を着せてみました。映えますね。黄色と紺色で。それでは次回もお楽しみに。お会いいたしましょう。